どうも赤虫赤田先生赤虫虫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 虫マジそばということで、マジそばね、真剣と書いてマジそばです。はいはい、でこれ何なのかというとですね、ローソンで6月2日から発売になったお品物でして、ローソンの公式サイトにですね、一時期二郎系というふうに表記あったんですけども、はっきりとあったんですよ。ところが現在削除されているという、ということは何かがあったんでしょうね。何かが、一部のね、明暗武蔵の店舗では二郎系という枠でね、こう囲えるメニューをね、前出してたんですよ。囲えるメニュー、だからまあ二郎系とは書いてないけど、くくってもいいよみたいな。そう、まあ、秋葉原のね、武蔵とか出したんですね、前ね。はい、ちなみに麺屋武蔵の創業者さん山田さんなんですよ。で現代表の方なんと二郎さんです。あ、偶然にも山田さんと二郎さんでやってるんですね。そういった豆知識あります。なんか結構ちょっとあれか、マシマシ TV なんでもありになってきた。いやそんなことないですよ二郎。まあ、一時期ローソンがね二郎系としてね考えてたんでね、中にはね、こういったスープが入っておりますね。で、魚介系の魚粉とか入ってるんで、結構、揉んで食った方がいいと思います。あ、なるほどね。はい、で、出していきますが、もちろんレンチンじゃないので、今回冷やしなので、冷やしなのでね、もう完成です。いや、まあまあ完成してたからね。まあね、調理系じゃないから、さっきと変わらないからね。はい、絵面が税抜きの509円ということでね、税込み550円ですね。一応野菜やニンニクもちょっと入ってるんですね。こうやって、入ってるんですよ。そこ疑ってないもん。あ、そうですか。はい、なんで焼き豚も3枚入ってるのも珍しいですね。細かいな情報が。前のローソンのやつだと入ってなかったんで3枚も。はい、しかもですね、あの豚醤油ラーメンよりなんと68キロカロリーもね、カロリー高いんですよ、冷やしの方が、というね、情報も、まあそれは捉え方次第ということで。電池返しからいきますね。はい、武蔵だけにね、ちょっと技っぽいですね。ね、電池返し、まあ、どっちかというと小次郎っぽいですけどね。松葉麺返しもそうですけども、はい、さあ麺からね、いただいていきましょう。はい、こちらなんと全粒粉入りのね、太麺ということで、ちょっとね、普通の麺よりもわしわし度が上がってるんじゃないかと思いましたね。やっぱり二郎寄りな感じがやっぱり、まあそうそう、ちゃんとこだわってきてらっしゃる。なるほど、ね。じゃあちっちゃい二郎で小次郎ですね。まあそういう、武蔵が出した小次郎、まあ、制覇してる。なおさら武蔵じゃないな、そしたら。小次郎感も強い。まあ豚ね、薄さに目をね、これ詰めれば見えてくる3枚の良さというのがございますんで、食べてみてくださいね。さあそしてスープがね、これニンニクより濃厚白湯魚介スープということでね、はい、甘さもあるんだけどニンニク魚の強さもあるという、結構こうパンチのあるスープでございました。なかなかニンニク魚、まあ、なかなか聞かない単語ですけども、まあもう二度と聞かないんじゃない。あ、そして現在うちにはこんなものがあります。はい、これは知らないな。これは僕が買ってきたやつです。さすがにニンニク醤油漬け。なんとね、ニンニク臭さあんまないんですねこれね。結構で食べてるけどね。らっきょうっぽさがあります。ちょっとおつまみ感覚の方なのかなということで ね、 なるほどね。こうやってやってみてよ。わあ、もうね、ブンブンが楽しくなってきたんでね、最近は。はい、空中でやんないですけど。置いてやるか。そうか、店に行ってたからな。でもニンニクとスープすでに強烈だったんで、やっぱりちょっとこのさっぱり系ニンニクではね、ちょっと足りなかったかな、相手にとって不足ありということでね、こちらです。花正のやつだな。やっぱこっちなんですよね。結局練ってやるやつをね、やめてさいよ、マユチュッキみたいにすんの。いやいや、ちょっとそれは本当に、ね、俺のやつなんだよ。やめてくれてたから。いやー、やっちゃってるかもしれないですよ、もうすでにね。映ってないところでやるのがいいから。やばいから。やってないですね。おろしニンニクの強さがあって、これの方が合うと思いましたね。はい。そしてですね、このゆで卵を食べる頃には、ニンニク油、煮干し粉、生七味など、これ実はデフォで入ってたんですけども、これが一気に黄身に染み込んでて、ラストに食べた方が結構美味しいのかなと。ということで、あーっと出ました。はい、ね、あ、武蔵館です。武蔵館が出ましたね。売ってる間にごちそうさ、あ、もちろんの会員でございますね。さあステータスなんですけど、68、60、66、63ということで、マシマシレベルがなんと 63.4。 やらせですね。武蔵です。調整しましたね。いやいや、たまたまもう調整が出ましたね。ねえ、そうね、合ってないよ。なんでもいいっていう。たまたま武蔵だったんですね。ジローだからって26ではないですから。いや、まあそりゃそうだ。店舗の方でもね、インスパイア系やってる時があるんで、高田馬場の高虎さんとかもね、前ちょっとまずそばやってたんだよな。
食べれなかったけど、といったところで今回はおひやき、ごちそうさまです。焦点